ヨックモックはスウェーデンのラップランド地方にあるノールボッテン県のコミュームの一つである。中心地はヨックモックである。紋章には青い光や赤い鍵などがデザインされている。総面積は19334平方キロメートルであり、スウェーデンのコミュームの中で2番目に大きい。陸地面積は17601平方キロメートルである。 クビックヨック協会人口は2018年12月31日の時点で5001人である。2008年の調査による人口は5305人であり減少傾向にある。ヨックモックは環境への配慮に力を入れており、ノールボッテン県の中で最初に EU 市長制約に署名した自治体である。また、欧州委員会が出資する。 欧州インテリジェントエネルギー計画に参加している。ステューラルーレコ東はボーデン及びエルブスビーンと接し、西はノルウェーと接している。南はアリエプローグ及びアービーズヤールと接し、北はイェリバーレと接している。北部地域の多くの部分がユネスコの世界遺産に登録されているラポニア地域に含まれている。国立公園にはサーレク国立公園の他に、 パディエランタ国立公園やストーラ・ショーファレット国立公園がある。ヨックモックはこのコミューンの中心地であり、400年以上の歴史を持つヨックモックウィンターマーケットという祭りなどで知られる。ポルユスは北極線から6 0トルほど北上したところに位置し、オーロラが観測できることで知られ、付近にはストゥーラルーレコがある。クビックヨックは ラップランド地方で最も長い歴史を持つ自治体の一つであり、木造のクビックヨック教会があることでも知られる。ありがとうございます。